New Horizon 中学英語1年ユニット1パート3文法編です。オンライン、英語塾など様々な取り組みをしております。概要欄をチェックしてください。ここでは助動詞の CAN について学習していきます。CAN は基本的には何々できると覚えてください。CANT または c a n n o t は何々できないという意味で否定文で使われます。 can が主語の前。主語というのは、i や you や he のことですね。の前に can が、えー、使われれば、主語は何々できますかという疑問文の文となります。基本文を見ていきましょう。私はサッカーをします。英語にできるでしょうかこのようになりますね。I play soccer。play という一般動詞を使った文となります。私はサッカーをすることができる。 この文が今回のポイントですね。このようになります。I can play soccer ということで主語 I の後ろに CAN を使いますね。CAN を入れます。CAN は主語 I と Play 動詞の間となりますね。この位置も必ず覚えてください。またね CAN がある時には動詞は原型だと。ね。Play というのは元の形原型だということもね覚えておいてください。 否定文を見ていきましょう私はサッカーをしません。一般同士の否定文はよろしいでしょうか。このようになりましたね。I don't play soccer。えー、play、ね、のような一般同士の時。一般同士の文の否定文には don't を使いましたね。よろしいでしょうか。私はサッカーをすることができません。否定文ですよね。えー、この否定文はこのようになります。I can't。 または cannot play soccer、よろしいでしょうか。don't の代わりに can't または cannot を使います。えー、もう丸暗記してください。もう一つ見ていきましょう。あなたはサッカーをすることができる。このようになります。you can play soccer、よろしいでしょうか。えー、can が主語 you と play の間に使われていますね。続いて疑問文です。 あなたはサッカーをすることができますか、ね、できますかという疑問文はこのようになります。Can you play soccer? という形で Can を主語 You の前に出せば、えー、疑問文となります。答え方を見ていきましょう。はい、私はできますと答える時には Yes, I can、ね。Can を使って答えてください。いいえ、私はできません。 No, I can't.No、ね、の場合には can't を使って答えるようにしてください。それでは復習です。B 同士と一般同士の文の区別ができているでしょうか一位停止ボタンを押してご自身で考えてみてください。それでは見ていきましょう。左の B 同士の文から見ていきます。あなたは生徒です。You are a student。あなたは生徒ではありません。否定文です。You are not a student. あなたは生徒ですか疑問文です。Are you a student? はい、そうです。いいえ、違います。Yes, I am. No, I'm not. 確認していきましょう。あなたは生徒ですというように、状態を表すときには、am, are, is の B e 動詞が使われますね。主語によって am, are, is は使い分けてください。主語がここでは you ですので、are が使われていますね。 B 動詞の文を否定文にするには B 動詞の後ろに「not」をつければ否定文となります。ですので「you are not」という形となりますね。また疑問文にするには B 動詞を主語の前に出せば疑問文となりますね。ですのでこの場合主語は「you」ですので「are you」という形になっています。答え方は B 動詞で聞かれた文は B 動詞で返すようにしてください。あなたは、 生徒ですかと聞かれていますので「はい私は」という形で「愛」で返していますね「I の B 同士のペアは「アム」ですので「Yes I am」または「No I'm not」で答えるようにしてくださいそれでは右の一般動詞の文を見ていきましょう「あなたはサッカーをする」このようになります「YOU PLAY s o c c e r あなたはサッカーをしません」否定文です「YOU DON'T PLAY s o c c e r あなたはサッカーをしますか疑問文です Do you play soccer? はいしますいいえしません Yes, I do No, I don't それでは見ていきましょう play のような一般動詞の文ですね、えー、よくある間違いが You are play とね、えー、答える人が多いんですけれども be 動詞の am、are、is と、えー、一般動詞、play や like などは一緒には使われないとね考えていただいたらと思います。今の時点では考えてくださいね。否定文は、えー、一般動詞の時には don't を使います。疑問文は do を主語の前に置きます。ここではね、you が主語となっていますね。do you で聞かれた疑問文に関しては、えー、yes I do または don't でか、えー、答えるようにしてください。 続いて一般動詞の文と助動詞 can の文を英語にしてみてくださいそれでは答え合わせをしていきましょう左の一般動詞の文から見ていきますあなたはサッカーをする You play soccer. あなたはサッカーをしない You don't play soccer. あなたはサッカーをしますか Do you play soccer? はいしますい,いえしません Yes I doNo I don't となりましたね それでは助動詞 can を使った文を見ていきましょう。あなたはサッカーをすることができる。you c a n play soccer となりましたね。あなたはサッカーをすることができません。否定文です。you can't play soccer。あなたはサッカーをすることができますか疑問文です。can you play soccer? 答え方ですね。はい、できます。い,いえ、できません。yes, I can.no, I can't、ね。 えまず can の、ね、位置を注意してください基本普通の文ね疑問文でも否定文でもない文では主語と動詞の間に入ります、えー、否定文は can とまたは can not を使いましたね疑問文は can が主語の前に来ていますねここでは主語が you となっていますね主語の前に can が来ますので canyou という形となっています答え方ですね can または「can、えー」とを使って答えるようにしてくださいそれでは練習問題です一時停止ボタンを押してご自身で英語を考えてみてください括弧に入る語こちらも一時停止ボタンを押してご自身で考えてくださいそれでは答え合わせをしていきましょう私は緑茶を飲むことができる、ね、主語は私ですので「愛」ですよね できるという can は主語の後ろに入りますね。飲むというのは drink ですので、I can drink green tea となりますね。グリーンティーは緑茶のことです。2番、彼は英語を話すことができません。否定文ですね。えー、he ね、主語は he、彼はですので、he ですよね。できないということですので、can't を使ってください。cannot でも構いません。 話すね、言語を話すというのは speak ですので he can't speak English となります。3番あなたは漢字を読むことができますか、ね、できますかですので疑問文ですので、えー、can から始まりますね。あなたはですので can you 読むというのは read という単語ですね。read 漢字ね。ね can you read 漢字となりますね。4番ですはい私はできます。 いいえ私はできません答え方ですね Yes, I can または No, I can 整えなになりますよろしいでしょうか Thank you for watching 単語練習、本文解説動画など皆様の学習のお役に立てる動画を準備しております概要欄をチェックしてください不登校でお困りの方へ概要欄をチェックしてくださいニューホライズン教科書を利用したオンライン英語塾を実施しております 私自身、これまで、会員の方ととても楽しくレッスンをさせていただいております。無料体験を実施しております。概要欄をチェックしてください。See you next time. Bye bye.